いどうも皆さんこんにちは、私木野と申します。磯井実光のレコード続きからやっていきましょう。ということで蛇口編に入りましたけど、前作細胞新曲セローベンピローの方ではその蛇口の彼女柳さんが割と彼の過去について語ってくれてるんですけど、その過去が再現されるんですかね。靴下では帰れない、靴を探さないと、ほう、物置だ、先生と用務員さん以外は開けられない、わあ、なんだ焼却炉に入れられてんのか、ゴミを燃やすところだ、今は使われていない、違うか、ゴミを入れるバケツだ、とても臭い、探しているものはなさそうに見える、お、探してる先生かな、これどうした、蛇口くん、貝沼先生かな、もう下校のチャイムが鳴ったよ、早く帰りな。ん、蛇口くん、君下足は、今探しています、そっか、よし先生も探してあげよう、この辺りにありそうなわけ、多分よくゴミ箱に入れられるので、でもゴミ箱になかったからもう収集されてるかなと、ダチが悪いね、職員会議で出しておくよ、いい先生、こういうのはただのいじめやいたずらとか言って済まされるからいけない、ちゃんと子供たちに早い段階で犯罪であると伝え教えておかないとね。なるほどね、確かにいじめとかでなんか済まされるわ、確かに犯罪だよね、犯罪ですか、うん、悪意で私物を勝手に捨てるのは器物損壊にあたる可能性がある、君の下駄箱から靴を取ったという点は窃盗にもなりかねない、人のものを取るの取るは盗むという漢字にるをつけて取るとも書くんだ、器物損壊、盗む、取るまだ早いかな、場合によってはおまわりさんのお世話になるような悪いことだっていう話さ、そうですね先生、もしかしてね、わあ、マジか、あった、うわあ、何これ、手ひどい、ありましたか、ありがとうございます、まったく使わなくなったとはいえこんなところに入れるなんて、わあ、ちゃんと払ってくれてる、細かいな、焼却炉鎖かけとくように言わないとな、ありがとうございます、父さんが買ってくれたばかりだったので、じゃあちゃんと洗わないとね、どうしてこれ使うのダメになったんでしたっけ、なんか有害物質のせいですよね、ダイオキシンね、物を燃やすときに出るものだよ、毒性が強くてね、ようやく法律で規制されたんだ、ふむふむ、小さい頃ゴミってゴミ箱に捨てたら消えてなくなるって思ってました、その先もいろいろあるんですね、あー、このセリフはなんか前回の終わりぐらいに流れましたね、蛇口くんのセリフだったんだ、小さいって今でも十分小さいよ、君はまだ伸びます、先生ぐらい、僕177センチあるよ、いける、いけます、毎日セノビーグルト飲んでるんで、めっちゃ可愛い何それ、めっちゃ可愛い頑張りたまえよ少年、確か蛇口さんは不死家庭なんですよね、この世にあるもので消えてなくなるものなんてないんだよ、え、質量保存の法則と説明した方が早いかな、厳密に言うとこれは今や一種の概念と化しているけれど、ん、そうだな、物というのは形を変えてもなくなるわけではない、別の形やエネルギーになって存在している、
完全な消去なんてできないんだ。ここで燃やされていたゴミだって灰になるだけじゃない。水分や空気に変化して巡り続けている。そんな話、まあ、ちょっと子供には難しいかな。まあ中学や高校に行けばなんとなく習って分かるようになるだろう。なんとなく分かったような。ゴミは完全には消えないってことですね。そうだね。わー、ちゃんと膝ついてくれる。ジャブチ君、君はこの先いろんなものを捨てるだろう。むしろ捨てなくてはいけない。持てる数には限界がある。嫌いな食べ物、着れなくなった服、いらなくなったおもちゃ、使い終わったノート、大事にしていたプレゼント、喧嘩の後の悔しさ、怒られた後の悲しさ、初恋の寂しさ、友と会えた嬉しさ、いろんなね、タイミングで何かを捨てなきゃいけない時は来る。自分のために、誰かのために、社会のために。そんな時に先生の言葉をちょっとだけ思い出してほしいな。めっちゃいい先生じゃん。こんなこと語ってくれる先生、多分今時なかなかいないんじゃない。君が捨てるべきと思ったものを捨て、君が拾うべきと思ったものを拾いなさい。たとえ誰かに笑われたとしてもだ。それこそが君の正義になるよ。はあ、これが、わっ、なんか大きくなってる。ちょっとセーブしとこう。これはあれかな、担任の先生になった時のジャブチ君かな。うわー、やだー、これも再現されるのか。話しかけるか。北山、もう確実になんかあるな。席に座って話そう。少し先生と話さないか。北山、こっちを見なさい。めっちゃ厳しいな。どれにしよっかな。少し先生と話さないか。てんてんてん。北山、聞いているのか。先生はお前の話が聞きたい。言いたいことがあるだろう。お前の話が聞きたい。うわ、何も話してくれない。ちょっと怖いな。先生、僕に何を言っても何を聞いても無駄です。同じですよ。僕はただ帰りたい、それだけです。あー、だからなんかこの子がいじめられてるから、ちょっと放課後残って話聞かせてくれっていうので残ってもらってるのかな。お前に対するいじめを止めたい。いじめについて聞かせてくれ。お前だってこのままは嫌だろ。うわー、どれがいいかな。いじめについて聞かせてくれ。先生は、例えばみんながいじめをやめたら僕が救われるのだと思うのですか。昨日までひどいことをしてきた奴らと次の日から笑って過ごせますか。連中がたとえ改心したところで、僕は奴らに同じ苦しみを望み続けるだけです。そうしたら今度は僕が悪者ですか。うわー、辛い。どうしよう、セーブしたい。でも行っちゃうか。力になれると思う。俺も昔いじめられていて、きっと分かり合えるはずだ。うわー、どれかな、難しいな。いじめられてる側としてはなんかさ、自分の昔いじめられてた話を聞かされてもって思うよね。力になれると思う。話せばわかる。熱意は伝わる。そんなのドラマの中だけです。先生に僕の気持ちは絶対にわからない。先生は僕ではないし、僕は先生じゃない。やっぱ昔話しなくてよかったな。わー、まだ続くの。でも間違ってる。先生はそう言うんですよね。先生は優しいから、真面目だから、僕のためにやってくれてるんですよね。愛情なんですよね。
その気持ちを受け入れない僕がおかしいってことなんですよね。うわー、もう残さなきゃよかった。つらい。もういいですよ。結局僕というゴミが目の前にあるのが嫌なんでしょ。いいですよ、そのうちなくなりますよ。うわー、やだー。次に2番線に参ります。列車は17時33分発普通列車チヂミ行き、10両編成です。あー、帰ってるな。ちょっとセーブしとこうかな。死にたい。ちょっとあんたが死のうとしてんの、もしかして。死にたい。どうなんの。まもなく2番線を回送列車が通過します。黄色い線の内側までお下がりください。頼む、行かないでくれ。死にたい。なんで行かせなきゃいけないの。死にたいしか選択できない。下しか行けない。やだ。嫌なのにおさせられる。めっちゃ進む。自分より先に隣の女の子が飛び降りたってこと？うわ。それで結局は自分は死ねなかったっていうことか。それタバコ毒だぞ。かわいそう。ライターどこだっけ。セーブしようとしてる。セーブできない。あれ、落としたか。ライター多分ありますよ。誰？柳さん？え？誰かいる。少年。あ、ごめんなさい。すいません。めっちゃ怪しい。あの、でもあると思いますよ。ジャケット。胸の内側のポケットの方に。ライター。あ、なんでわかんの。これ油切れてから入れてないんだ。そうなんだ。でしたか。すみません、余計なこと。大事なものなんですか。ああ。君、家は？え、あ、大丈夫です。あの、散歩で。こんな時間だ。帰りなさい。俺なんかが口出すことじゃないか。他人の俺が君の事情も思いも知らないのに、頭ごなしに常識とか正論を押し付けるものじゃない。ただ危ないことがないように気をつけて散歩しなさい。それは夜中に出歩く子供に対して大人が記号のように言うことだ。でも怒ってるんですね。わかりますよ。お兄さんからは燃える火の気配がする。悔やんで憂いて嘆いても
あなたは自分だけが間違っていたわけではないと、その処遇の理不尽さに怒っている。ここでなんだろう、その宗教に入ってる少年に出会ったのかな。なんか結構なんだろう、そのさっきの北山くんのところとか、まあ、割とはしょられたんで思い出せない方のために説明しますけど、ジャブチさんは、まあ、父子家庭でいじめられていて、で、まあ、さっき出てきた貝沼先生の影響で自分も先生になりました。ただその貝沼先生もモンスターペアレントとかパワハラの影響で自殺してしまって、さらに自分も同じような状況で北山くんがいじめられていることに口を突っ込んだがために学校からのね、なんか無理なパワハラというか隠蔽とかそういうのかなに巻き込まれて、余計なことをしなければよかったのにみたいな感じで、まあ北山くんはだから死んじゃうんですよね。自殺してしまいます。二人失っている状況ですね。その包丁ちゃんとお料理に使ってください。一体君は。違うんです。その僕変な人とかじゃなくて、それで、あの全く世話が焼ける。誰だ、なんか忍者みたいなのが二人出てきたな。この子はいつも窓からこの道を通る人を見ているんですよ。あなたはここを通勤路にしていますね。私もお見かけしたことがありますゆえに、その子はもっとあなたを見ていたのでしょう。だろ、イズ。イズ？ミスミ。どうもこんばんは。こんばんは。兄の、イズの兄です。弟がご迷惑をおかけしました。いえ、と、ごまかそうかと思いましたが、イズはちょっと不思議な子でね、少しばかり人のことがわかるんだ。ええ、少しばかり。さて、それによると、あなたはどうやらとても迷っておられるようだ。暗く深い、苦難の森にいる。その木々をなぎ倒し、阻む、や、獣を追い払うには、あなたが携えた刃ではあまりに無力と見える。君らは一体。ここで我らに会ったのも何かの導き、何かの縁。どうぞよろしければ。始皇天研究所、エンピレオかな。宗教か。さて、宗教と捉えるか、共通の信仰を持った研究団体と捉えるかは人それぞれですが、神にすがれと、それは勘違いをしておられる。我らにとって神とはすがるものではない。ん？ただ尊び憂い愛する、それだけで気持ちが穏やかになり救われることもあるでしょう。どうでしょう、一度足を運ばれては。大丈夫、無理な勧誘はしない団体です。だが俺は特にキリスト教徒というわけでは。そんなことは構いません。日本では古来より八百万の神といって、神羅万象の神の概念を見出しております。あらゆるものに神や精霊、はたまた鬼や物の怪を、物のけでいいのかな、を見て時に恐れ時に憂う、そんな信仰と共にあったでしょう。ゆえに我らの神を見ることで、あなたに何か心のきっかけを作れるかもしれないと思うだけです。さて、お時間をいただきましたがこれで失礼。イズ、帰るぞ。ミスミ、お前。ああ、そうだ。
もしその気が湧いて彼の地へ訪れるならば、私の紹介とでも言ってください。ミスミね。あなたのお名前は？ミスミ。そうですね、佐伯ミスミと。佐伯ミスミ、初めて見た名前かな。は来てるしっかり来てる。緊張した。本来であればもうこの時点で、この時点でというか、多分教師になったぐらいから柳さんとは付き合ってるはずなんですけどね、柳さん一切出てこなかったですね。でも宗教っていうほど堅苦しくも重くもなくてよかった。帰ろう。あ、しまった、携帯を忘れたな、さっきの部屋に。わ、誰これ。ちょっとセーブしよう。女、宇津木様はとてもお優しいんですよ。司祭の方々は怖いともおっしゃりますけど、私にはとてもそうは見えませんね。なるほど、宇津木さんか。あった、すごい意識高い。めっちゃ一番前に座ってんじゃん。あ、よかった、そのままだ。誰かの忘れ物か？課された戸賀に名前はあるか。変わった本のタイトルだな。あ、じゃあここがジャブチさんの席っていうわけじゃないんだね。著者、宇津木紀行。うわ、たまたまお呼びでしょうか。うわ、いや、すみません驚かせてしまいましたか。それは大変申し訳ございません。いえ、こちらこそ。すみません、変な声を上げて。あなたは来訪者の方ですね。良き時間となりましたなら幸い。あなたに神の愛があらんことを。はい、今日はありがとうございました。いえ、あなたの意思があればまたお越しください。ああ、申し遅れました。改めまして、私が始皇天研究所の責任者、大司教の宇津木紀行でございます。せっかくですのでお名前を伺っても。蛇淵陽と申します。珍しいお名前ですね。漢字はどんな字を？あ、蛇に山水の、型が並んでるような変化。蛇。ああ、はいはい。それに太陽のようです。ありがとうございます。そうですか。礼拝はいつでも可能ですので、またお会いできれば。そうなんですね、ありがとうございます。とは言っても隣県から、隣の県から来ているのでなかなかではあると思いますが。隣県から。ほう、誰かのご紹介で？あ、そうだ、佐伯ミスミという人からそう名前を出してくれと。なんか目が赤くなったな、一瞬。ミスミが？佐伯？ああ、佐伯。なるほど。そうですか。佐伯ミスミの紹介で。まあ、偽名なんだろうね。いえ、佐伯とは、それなりに長い付き合いでして。そうなんですか。ええ。ん？陽さんとおっしゃいましたか。彼が紹介したということは。あなたは迷い子なのですね。
どういうこと？何がつながってるんだ？え？よろしければお聞きしましょう。あなたの憂いを、怒りを、願いを、意志を。いや、そんな。我々は成功の民、この世の印となる光を伝える信者。あなたの名前もまた正解の光が一つ。同じ海ならば分かることもありましょう。もちろん無理強いはしませんとも。何をもって心の松明とするかは人それぞれですから。あの、はい、あの、聞いていただけますか？ええ、喜んで。ああ、こうやって関係が築き上げられたわけですね。寝れない。おお、どこここ？研究所なの？セブシオ。ちょっと時間的にそろそろこのパートも終えたいけど、もうちょっと進みましょうかね。第一段階細胞投与処置について、対象者蛇口用、日時6月15日10時より開始。以下注意や心得などが2枚にわたって書かれている。なるほど。だからあの細胞を取り入れる前段階かな。ロッカーだ。私物が収められている。ここでの生活に最低限必要な用品類が入っている。ノートや筆記用具もここにまとまっている。棚の上には聖書が置かれている。わあ、出てみよう。誰？研究員。あれ、こんな遅くにどうしたんですか？下田さんこそこんな時間に仕事ですか？ええ、まあでも終わったところですよ。そろそろシャワーに行って寝ようかなと思っていましたね。お疲れ様です。俺も水でも飲みに行って寝るとします。なるほど、下田の部屋。研究、加納さん、加納仰ぐの部屋、マジで斜め前じゃん。研究員、橋場、沢戸かな、田中、須藤。マジか。おう、蛇口くん、緊張して寝れない？まあ新見さんみたいに自我コントロールが高ければ自信も保てるんでしょうが、気張らず行けばいいんだよ。で、俺は投与を受けたことがあるわけじゃないんだけどさ。気張らずにですか？そうですね、いつも通りの自分でいるようにします。なんか研究所も懐かしいな。相葉雄介の部屋、みんなここにいるんだ。実験中に亡くなった研究員田所良一の部屋だった。現在は空室である。実験用品の持ち込み禁止。資料類も研究室などで使用したものではなく、データからコピーして持ち込むように。なるほど。飲食は基本的に休憩室で行うこと。蔵書は丁寧に扱うこと。奥の通路に荷物を溜め込まないようにすること。はい。研究員新見和也。新見和也もさ、前作で出てきましたよね。確か結婚指輪の彼かな。話しかけられない。あ、陽さん、ダメですよ。明日に備えてちゃんと寝ておかないと。いや、ちょっと眠れなくて水でもと。田中さんこそ何をしていたんですか？気分転換。仕上げなきゃいけないレポートがあるんだけど、眠くなってきちゃったからお散歩。今日は時間が、している時間、実験も問題もないみたいで静かだね。ここのベンチでうっかり寝れそう。無理せず休んでくださいね。新見さんも心配しますよ。あ、なんかこれが彼女か。結婚する前の彼女かな。定期日用品販売日のお知らせ。6月22日日曜日に日用品販売及び食品類の買い出しを行います。希望者は地上1階ジムまで。
伝達掲示板標本室から物を持ち出したもの至急戻しなさい。これ絶対加納さんだろうな。スリッパ部屋着で移動していいのは地下、当地下3階西フロアのみです。他に行けるところは、あ、加納さんがいる。あ、わあ、やばい、若い。これなんて読むの、ヘビちゃんって呼んでんのかな。お、ヘビちゃん、なにこんな夜中に、寝れないの。まあ、あ、そっか、ヘビちゃんって明日細胞投与デーだっけね。漫画読んでるんだろうな、こいつ。加納さん、ヘビちゃん、やっぱ怖いんだ。それはまあ、当然。失敗して死ぬのが怖い？まあそうだよね、そりゃそうだ。どれだけ死にたくなくっても、この細胞、その本望ばっかりは読んでくれないもんね。他に明確な意思でもありゃ別だけど。そうなんですか。まだまだ不勉強で理解が及んでないことも多いな。そうなの？面白いよ。俺もいずれは投与受けたいね。もうちょっとこっち側で研究してたいから、まだまだいいけどさ。こっち側？まっさらな人間側ってこと。どうせ別に出世には興味ないし、下手にランクが上がって司教とか役職好きになってもめんどくせえし、加納さんは神様とか全く興味ないんで。めっちゃ好きだな。え、そうだったんですか。何さ、加納さんがけーにょにょな信徒に見える？信者か、信徒か。いや、もしかしてただの好奇心でこの実験研究をやっていると。そうだよ、なんか変。座れば。ああ、はい。勝手に動いてますね、今。目の前に座るんだ。人々に然るべき道を示す神の愛。俺は宇津木様と会ってその教えを受け、奇跡を目の当たりにし、神のこの意志と愛を捧ぐためと決めた。捧ぐと決めた。あー、だが俺ごとき新入り、まだ理解も浅い未熟な俺のこのようなことの遂行を神はお許しになるだろうかと、そう思っているところなのに、あなたはただの好奇心だというのですか。エビちゃんは先生なのに、ここが日本ってこと忘れてるのかな。は？あのね、ここは日本。日本は法治国家だよ。神様による絶対君主制じゃないよ。神様が許しても法律が許さないよ。エビちゃん先生だったんだから、それくらいわかるでしょ。このようなことの遂行って、つまり何？はっきり言いなよ。拉致監禁、人体実験、殺人、死体遺棄、銃刀法違反、そういう鬼畜下道犯罪行為の数々って。それを許されて行おうって方が間違い、勘違いも甚だしいね。まあ、めっちゃ現実的な話してるな。加納さんはもう正論しか言ってないわ。ここの連中みんなそういうとこあるけど、あなたの口からそんな言葉が出るとは、倫理を理解していないと思っていました。
加納さんは利口だからそういうのはちゃんと踏まえてる。踏まえた上でやってんだよ。脳みそ天国のお花畑野郎どもと一緒にすんなよ先生。そこまでしてあなたがこの研究に携わりたい目的は一体？そんなん加納さんが楽しいから以外の何者でもないけど、そのためなら俺何が犠牲になろうとどうでもいいし、まあ、はっきり言って分かりやすいやつだよね。裏の意図とかがあんまりないっていう。あーでもね、スイーツ屋さんの迷惑になることは控えるかな。特にリリーザウィッチは重要。あそこのドーナツは財宝だから。あれはね、国宝、それどころか宇宙の宝、人類最大の発明だよ。ああ、はあ、ドーナツがめっちゃ好きなんだね。エビちゃんだって何か強い気持ちがあってここに来てるわけでしょ。そんなあんたの願いってやつは誰かに止められたら止まるもんなの？許しを得なきゃ胸張ってやれないの？大丈夫ですよ、君は正しいですよ、よちよちって言われなきゃ自信ないの？そんな生半可な気持ちでここに来たならさっさとモルモットとして死んだ方がよろしいかと思います。以上。なるほどな、そうか。お、エビちゃん吹っ切れた？ええ、そうですね。そんな甘い考えは今度こそ捨てないと。ゴミはゴミ箱に。お、なんか超かっこいいこと言ってる。明日成功して戻ってきたらお礼を言いますね。お礼言える口が残ってるといいね。あ、でもな、成功したら役付きになるでしょ。そうすると俺一応ランク的に C 扱いだからさ、ヘビちゃんとか気軽に呼べなくなるね。ん？役付きになればわかる話だよ。これからもよろしくね、ジャブチさん。ああ、結構じゃあこの二人仲良かったんだ当初は。知らなかった、あんまり絡みとか見てないもんね。うわ、そうやって君は二度の投与に成功しここに来たのだね。それで君のその意志に変わりはないかい？はい、目指すは正しい世のため、愛によって導かれる世のため、この先無知で無垢な人々が光を見失わないため、汚れを過ちを払うため、それに我が道を捧げます。それは愛する人々のためかい？はい、家族のため、子供のため、心清らかに素直に生きている人々のため、愚かにも明るく生きている奴らのため。そうか、君の善意に濁りはないようだ。まっすぐで綺麗な炎だね。あなたが初取り始め様なのですか？ああそうだ、私の枝に君が連なり、君が君の実を育むようになるのはもう少し後だろうがね。ねえ、ジャブチよ。はい。君にとって正しい世界とはどんなものだい？それは、正しさとは人によって違う。君は己の正義のために他者の愛を打ち砕く覚悟はあるか？はい、それこそ意志の強さのぶつかり合いでしょう。己が真摯に向かい合うことで、ことが相手の認め対峙するということです。
相手を認め対峙するということです。なるほど、よくわかったよ。君は本当に素直だ。君がイカロスにならないことを祈る。イカロス？第四点の光を何持つものよ。第四点？君が望む世界に必要な愛はこれだ。我らがどうあろうと、神の愛は絶対だ。階級は許されない。階層か。君が愛する世界は目の前にある。君が行うべきは再編ではなく保護だ。それは一体、あの、私は木は木でもリンゴの木だった。どうか燃やしてくれ。君に翼を与える。君を愛しているよ、我が炎。それは、燃やしてくれってどういうこと？そうか、やっていけそうか。うん。自分の中の細胞と喋ってんのかな。そうか。うんうん、俺は大丈夫だから。それとも柳さんと喋ってるのかな。ん？俺か。ああ、今ちょうど家に帰ってきたところだったよ。ああ、じゃあまた来週。わあ、柳さんと喋ってたんだ。役好きになってる。おお、びっくりした。なんか金髪の頭が出てくるとちょっとビビるな。すいません、蛇淵司教。相場司祭から伝言です。すぐに特別塔の方へ来てほしいと。特別塔へ？わかった、着替えていく。お願いします。なんか宇津木様と榎本様ももういるみたいなんで。寺島くん。へい。いらっしゃるだ。あ、はい、気ぃつけます。では気ぃつけます。パサッと着替えるのかな。着替え終わってる。うわ、動ける。ということで、じゃあ今回はここまでにいたしましょうか。難しい漢字ばっかりで戸惑う。ということで、皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。